どうもコスコです。今日は12月2回目のコストコ購入品を紹介したいと思います。今回はですね、クリスマスから年末年始にかけて必要となる食材を中心にお買い物をしてきました。12月のコストコね、すごかったです。めちゃくちゃ人が多くて大変でした。ちょっと慌ただしくて、こんなにいっぱい買ったにもかかわらずちょこちょこ買い忘れに気づいてしまって、どうしようかなと思っているところです。今回も商品数が多いので何回かに分けてお届けする予定にしております。今回はね、クリスマス用に買ってきた商品を紹介したいと思います。それではどうぞ。スモークサーモン&シュリンプハイローラー14個入り1380円で購入しました。はい、こちらは新商品のデリカです。ハイローラーといえばコストコでは BLT というベーコンとかレタスとかトマトが入ったものが定番で販売されてるんですけど、こちらはですね、ベーコンとかトマトの代わりにスモークサーモンとエビが入っています。コストコでは毎年この時期になるとこういったちょっと特別なハイローラーが販売されてまして、確かね、去年はローストビーフが入ったハイローラーだったんですよ。それが今年はスモークサーモンとエビということで、私もこの組み合わせを見たのは今回が初めてです。開けてみますね。はい、取り出してみたらこんな感じです。こちらはスモークサーモンとマヨネーズで和えたエビと、あとは多分お野菜が入ってるんじゃないかな。レタスも一緒に巻いてあります。それが2枚のトルティーヤを使ってしっかり巻いてありますね。ただね、ちょっとね、巻きが甘いというか結構隙間がいっぱいあるよね。だからこう持ってて、すごいなんか柔らかい感じがする。楕円形、お寿司みたいな形になっちゃう。はい、それでは食べてみたいと思います。おいしい。スモークサーモンの塩気とマヨネーズで和えられた味です。レタスもシャキシャキ。エビは小さいのがいくつか入ってる感じなんだけど、すごいね、柔らかくてプリプリして美味しい。全体的に味付けはあっさりした感じなんですよね。定番の BLT のハイローラーはどちらかというとなんかね、お食事チックな感じで食べるんですけど、こちらはなんかこう全体的にあっさりしてて、サラダの感覚で食べることができるハイローラーという感じです。スモークサーモンの塩気と、あとね、 BLT と比べると結構マヨネーズの量が多いんですよね。マヨネーズも日本のマヨネーズとかじゃなくて、海外特有のなんかね、ちょっとこうこってりした感じのマヨネーズが使われています。お食事用ハイローラーというよりは本当にパーティー用のなんていうかな、ちょっとした前菜で食べることができるハイローラーという感じです。丸型ピザパンチェッタ&モッツァレラ1498円で購入しました。はい、こちらはコストコで販売されているテイク&ベイク非加熱のピザになります。こちらで直径40センチです。今回はパンチェッタという塩漬けの豚バラ肉と、あとはモッツァレラチーズですね。このちっちゃくてコロッとした白いモッツァレラチーズがふんだんに使われているピザを購入しました。こちらの上にトッピングされているのはセミドライトマトです。そして生のイタリアンパセリがパラパラパラとトッピングされていまして、なんとなくね、見た目もクリスマスっぽいカラーになっています。なんかね、コストコっぽいっていうか、すごい綺麗に並べられてるとかじゃないんですよ。もう本当に具材どっさりドーンドーンみたいな感じなんですよね。すっごくチーズもたっぷり入ってますし、こうやってね、なんか豚バラの感じとかもすごく脂っぽいのかな、こってりしてんのかなと思うんですけど、見た目ほどね、そんなにこってりはしなくて食べやすいんですよね。このセミドライトマトがフルーティーでとにかく美味しいんです。今年のクリスマスはこのピザをメイン料理にしたいと思ってます。子供たちがね、ちょっとこのドライトマトが苦手なので、こっちにドライトマトを寄せて大人用と子供用で分けて出したいと思ってます。プリマハムスモークチキンレッグ 175g 4本入り768円で購入しました。はい、こちらはですね、冷蔵で販売されているスモークチキンレッグです。本当はロティサリーチキンが欲しかったんですけど、ロティサリーチキンも整理券になっててね、もうなかなか買うことができなかったので、今回は代わりにこちらを買いました。これはですね、初めて購入するものではないです。前にも一度それこそクリスマス用で購入しまして、結構ね良かったんですよ。なので今回はチキンをこちらにしてみました。骨付きのチキンレッグです。
で、すでにもうスモークでしっかり味もついてますし、加熱調理もされてますので、なんだったらもうこのまま開封しただけでも食べることができます。1袋2本入りのものが2つセットになって、全部で4本入りですね。なので1本あたり190円ちょっとぐらいの価格になります。そのまま食べることもできますし、電子レンジで温めることもできます。あと湯煎で温めてすぐ食べることもできると。準備がとっても簡単なんですよね。あの焼きたてのチキンみたいにすごくこう肉汁あふれるジューシーな感じとは全然ちょっと違うんですけど、これはねスモークのなんていうかな、香りも良くてギュッと味が濃縮されててすごい美味しいんですよ。あれあるじゃないですか、あのディズニーランドのパーク内で販売されてるスモークターキーレッグっていう、あの鳥の足を持ってこうやって食べるやつね、あれにね味が似てるんですよ。これを食べた時にすごいディズニーランドを思い出す味だったんです。クリスマス定番のロティサリーチキンなどは整理券になってたりとかして、なかなかねこの時期は買うことができないことが多いんですけど、このチキンなら割といつでも買うことができるんです。味も美味しいし、ロティサリーチキンがどうしても買えなかったという時は代用としてこちらを買うのも全然ありだと思います。ボリレーフルーツフロマージュケーキ1798円で購入しました。はい、こちらはですね、今年2020年のクリスマスケーキです。今年はこちらの容器いっぱいに詰められているケーキになります。今回のクリスマスケーキの特徴は、例年に比べると価格がかなり安いんですよ。このボリュームで1798円、サイズはここからここまでが約33センチ、重さは 1330g あります。結構なボリュームです。価格は安いんですけど、入ってるものを見ると全然安っぽくはないんですよ。開けてみますね。はい、蓋を開けたらこんな感じになります。中身はイチゴがたっぷりトッピングされているのと、フレッシュなブルーベリー、そしてこれはあのシードレスグレープですね、種なしぶどうがトッピングされています。見た目も可愛いですね。あとはなんとなくクリスマスのデザインが施されている板チョコかな、チョコレートが3つトッピングされています。周りのこの白いのもおそらくチョコレートだと思います。そして横から見るとこんな感じです。ここはですね、だいたい高さは6センチぐらいになります。ちょっとこれだとね見えにくいんですけど、中はスポンジが2層式になってまして、真ん中にマスカルポーネフロマージュというマスカルポーネチーズが挟んであります。コストコではこちらと似たような見た目のストロベリースコップケーキというケーキが通年販売されてるんですけど、そちらとはね、なんか使われてるスポンジだったりクリームだったりっていうのが違うらしいんですよね。こちらはクリスマスケーキ用の特別製になってるので、中身がガラッと違います。こういった容器の中に入ったタイプのケーキってちょっと珍しい感じがするんですけど、これはですね、イギリスのトライフルというスイーツから派生しているものなので、食べるときは切り分けるというより、こういった大きいスプーンを使ってざっくり取り分けてお皿に盛り付けるというようなスタイルで食べることになります。ちょっとやってみますね。お皿に好きなだけざっくり、えい、よいしょこんな感じかな。はい、ごめんなさい、ちょっと1人前が多すぎた。でもいいや、食べましょう。はいこうやってちょっとね雑な感じで盛り付けるんですけど、それはそれでね、なんとなく様になっていい感じなんですよ。綺麗に盛り付けなくてもなんとなく美味しそうになります。すごい、ちょっと多すぎた。でもこれでだいたい10分の1ぐらいの量だから、これでやっぱり1人前の量ということになると思います。はい、見せますね。このね、さっき見えなかったここのね、この2層のスポンジの間に挟んであるのがマスカルポーネフロマージュです。だからこのほら、一番上のクリームがちょっと白いのに対して、このマスカルポーネフロマージュのところはちょっとね黄色っぽいというかね、やっぱ違うクリーム使ってるなっていう感じがするんですよね。わあ、すごいな。すごい、クリームもスポンジもめちゃくちゃふわふわ。いただきますね。うーん、おいしい、甘い。うん、おいしい、めちゃくちゃふわふわ。スポンジもふわふわだし、クリームもふわふわだし、うわ、おいしい。うん、クリームがね、普通のクリームじゃなくてかなり濃厚なクリームなんですよね。なんていうかな、結構脂肪分がしっかりあるリッチなクリームが使われています。そして今までのこういったタイプのケーキは米粉入りのスポンジが使われていることが多かったんですよ。これはね多分違うと思います。味が全然違う。なんかね、ふわふわ、本当にふわふわ。
コストコで販売されているハーフシートケーキとかのあのスポンジともまた全然違う、すごく軽くて柔らかくてふわふわしたそういうスポンジになってます。うん、サクサク食べれちゃう。マスカルポーネフロマージュは、まあ、そんなにね、まあ、マスカルポーネチーズがそうなんだけど、そんなにチーズチーズした感じはなくて、うん、なんかすっごいミルキーな濃厚クリームみたいな感じ、全然こってりじゃなくて、なんかスイスイ食べることができるケーキです。あかんね、これ食べ過ぎてしまうわ。うん、甘いってね思わず言っちゃったけどね、こうやって食べてみるとそんなにめちゃくちゃ甘すぎるこってこってな感じじゃなくてね、この上のナパージュとフルーツがいい感じに酸っぱくて、なんかこうすごく相性のいい感じの組み合わせになってます。うん、美味しい、全然食べれちゃう。これふわふわ柔らか、うん、いかんね、食べすぎるねこれね。なんかめっちゃ多いと思ったけど、もうあっという間に食べてしまう。うん、今年の秋に洋梨スコップケーキというコストコの新スイーツが販売されてて、見た目は似てるんですよ。似てるというか、この表側だけが変わっただけなのかなと思ったんだけど、全然違います。フルーツはもちろん違うんですけど、クリームも違うし、このスポンジも違うから、全然ね、もう違うケーキを食べてるような感じなんです。好みだと思うけど、甘い方が好きな人はこっちの方がいいと思う。そんなにね甘すぎないとはいえ、こっちの方がまあなんかいわゆるケーキな感じですよ。ただね、そのほらクリスマスケーキってちょっとほら普通のケーキとは違う特別感があったりするもんじゃないですか。なんていうかな、ちょっとこうラグジュアリーな感じというか、豪華さみたいなのがあったりするはずなんだけど、これに関してはね、割となんか普通のおやつ感覚で食べることができる、本当になんて気軽に食べられるケーキっていう感じなんですよね。うんね、価格も安いしね、そういう感じなんでしょう。特別感はそんなにないと思う。うん、しまった、あっという間に食べちゃった。でもまだ食べれる、そういうケーキです。キットカットスペシャルアソート59枚入り988円です。はい、こちらはみんな大好きキットカットです。コストコではですね、こういう形で販売されてます。この形は多分大きなキットカットを模してる形状だと思うんですよ。ほらすごいね、これこのサイズのキットカット、逆に食べてみたいと思うんだけど、残念ながらね、このサイズのキットカットが販売されてるというわけじゃないんですよ。この箱の中に59個のキットカットのあの小袋に入ったタイプのものが入っているという商品になります。今回はね、これ200円オフになってました。もともとは988円なんですけど、今回は788円で購入することができました。見た目もね、かなりインパクトがあるのでクリスマスっぽいなと思ったのと、あとはまあ子供たちがもうすぐ冬休みに入るのでおやつ用ということでこちらを買ってみました。はい、中身はこんな感じですね。これがまあ一般的なキットカットのあの小さいタイプのものが入ってます。これは大人の甘さというあのビターなタイプのキットカットですね。こちらはですね、ちょっと写真じゃ見にくいんですけど、緑色のパッケージになってまして、抹茶味のキットカットが入ってます。濃い抹茶、大人の甘さらしいです。大人の甘さ、大人の甘さ、全部大人の甘さやね。大人用なのかな。これがね、確かなんか今だけ期間限定の味わいになってるんですよ。いちごで、大人の甘さストロベリー、華やかなストロベリーの香りがしますという、まあ、キットカットらしいです。でこれがね、4つセットになって、ここにいっぱい入ってますよという商品になります。見ての通りパッケージがすごく印象的なので、このままねクリスマス用のプレゼントなんかにしてもおすすめですよ。これね、ちょっと開けて確かめたいところなんですけど、子供たちにねこれは開けさせるというふうに約束をしてしまいましたので、ちょっとこれね勝手に開けたら怒られちゃいますので、今日はここまでにしたいと思います。デリカテッセンチップス 500g 入り468円で購入しました。はい、こちらはですね、コストコのお菓子売り場で発見したポテトチップスになります。これね、見るの初めてです。この黒いパッケージ、すごいなんかラグジュアリーな雰囲気があります。なんかクリスマス用にぴったりだなと思って、こちらを今回選んでみたんですよね。かっこいいですよね、おしゃれ。これはスペイン産のポテトチップスらしいんですよ。すごいなんとなく見た目が高いポテトチップスなのかなと思いきや、
内容量が 500g 入ってて468円だからそんなにめちゃくちゃ高いって感じでもないんですよね。原材料はジャガイモ、植物油脂、食塩ということなので、いわゆる薄塩というか塩味のポテトチップスということになりますね。なんかあれじゃない、ちょっといいやつなんじゃない、やっぱりほらなんかちょっとよくわかんないけど賞みたいなのを取ってますよみたいなマークがついてますよ。日本でいうモンドセレクション的な感じなのかな。謎のマークがついております。中身を取り出したらこんな感じです。すごくね、まず薄い、薄くて硬くて、あとね色はなんか謎に黄色いんですよね。原材料見るとお芋と油とお塩だけだったんですけど、本当にそれだけなのって言いたいぐらいすごく黄色い焼き色をしてます。焼き色、揚げ色っていうのかな、なんですかね、これもともとこういうジャガイモの品種の色なのかな。たまにこうやって焦げたところなんかもあって、とってもハンドメイド感があふれるポテトチップスになっています。はい、それでは食べてみますね。あのね、なんか塩の味がない、薄塩でもなく、なんやろ、極薄塩みたいな感じ。すっごいほのかに塩気がある芋です。うん、なんか食べてるとすごいなんかお芋を食べてますみたいな、お菓子っていうよりなんかね、こう食材の一つを食べてるような感覚なんよね。すごい不思議だな。でもなんかすごい健康的なヘルシーな感じがしますよ。今までさ、海外のポテトチップスって結構味が濃いものとか塩気が強いものとか多かったけど、逆のパターンってなかなかないよね。味が薄くてちょっと物足りなさすらも感じてしまいそう。うん、でもこういうものだってね、受け入れて食べたら全然ありよ。へえ、面白いね。ハイパーエドシックブリュット3999円で購入しました。今回クリスマス用としてシャンパンを購入しました。これね、すごい有名なシャンパーニュみたいです。フランスの王妃マリー・アントワネットに献上されたと言われている王室御用達のもので、カンヌ国際映画祭の公式シャンパーニュとして振る舞われているものになります。あとね、マリリン・モンローが毎朝飲んでいたのもこれらしいです。だから一言で言えば、世界のセレブたちに愛されているシャンパンというとってもね有名なものらしいんですよ。ちょっと私今回初めて知ったんですけど、こちらはですね、コストコで新販売されていたのを見つけて、これを飲んでみたらすごい美味しかったので買ってみました。ちなみにコストコのプライベートブランドのシャンパンブリュットというすごく有名な商品も一緒に試飲させてもらったんですけど、なんかね、わからないけどこっちの方が美味しい気がしたんですよ。なんかこういっぱいいろんな情報をいただいた後に飲んだら、もうこれしか買っちゃいけないような気になってしまって、思わずこれを買ってみました。でもね、これで3999円って価格が高いのか安いのかちょっとよくわかんなかったんですけど、まあでも安いらしいです。あとね、今回はね、この赤いケースに入ってたんですよね。この赤いケースはコストコ限定らしいです。すごいクリスマスっぽくていいなと思ってこちらを選んだわけなんですけど、これは一応ジッパー付きになってまして、取り出すことができます。こちらのラベルを見ると知ってるという方も多いかもしれません。ハイパーエドシックブリュットになります。もちろんね、あのシャンパーニュなのでフランス産です。このケースが結局何のためにあるのかはわからないんですけど、こうやってね、ちょっとお洋服を着せて、例えばプレゼント用に持ってったりとかすることができるということだと思います。ちゃんと書いてあるね、ここにもね、パイパーエドシック。はい、普段は私はコストコでも本当に安い価格帯のスパークリングワインしか買わないので、シャンパンをねあんまり買ったりはしないんですけど、まあ、今回は特別クリスマスということなので、これを奮発して買ってみました。味も美味しかったしね。今年はこれでおうちクリスマスを楽しみたいと思います。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。続きは編集が終わり次第アップしていきますので、もう少しお待ちくださいね。次の動画もお楽しみに。メリークリスマス、皆さん良いクリスマスを。